トベファミリーの躍進、平野志耀と神宮寺勇太の人気がエンターテインメント界に波紋。親愛なる読者の皆様へ、ジャニーズの新たな展開について、興味深い情報をお伝えいたします。ジャニーズ JR のオフィシャルウェブサイトが今月20日に開設され、その中で公表されたオーディションの募集要項が多くの話題を集めています。 これからお伝えする内容は、新たな時代のジャニーズについての興味深い洞察です。ジャニーズの応募資格から見える、脱滝沢イズム。まず、注目すべきは応募資格です。その条件は以下の通りです。応募時点で芸能事務所レコード会社音楽出版社などとの契約がない。 また株式会社ジャニーズ事務所とジャニーズ JR として契約を結ぶことができる方、東京または大阪でのレッスンに参加できる方、注目すべきは、これまでのジャニーズとは異なり、年齢制限はございません。と、はっきりと明記されている点です。また、性別による制限の記載もなく、幅広い層からの応募を受け付けているようです。 性別による制限の欠如は、ジェンダーレスな時代の流れに即したものかもしれませんが、年齢制限の撤廃によって、かつてのジャニーズ事務所の指導者であった滝沢秀明氏の影響を打ち消す形にもなっています。ジャニーズ事務所は21年年年に滝沢さん主導の、元、いわゆる22歳定年制度を導入しました。 当時約60年の歴史を持つジャニーズの中でも初めてのことで、滝沢さんの組織改革が実現されたこととしても印象的です。この制度はジャニーズ JR の活動において、 一定の年齢制限を設けるもので、ミツル22歳到達後の最初の3月31日までに、JR としての活動継続について事務所と合意に至らなかったタレントは、同事務所での活動を終了するというものでした。滝沢さんがジャニーズを去った今、この制度が導入されて2年も経たないうちに事実上の撤廃になったことは、 ジャニーズが滝沢色を排斥したようにも見えます。と、大手芸能事務所関係者が語りました。この定年制度の撤廃に対するファンの反応は賛否両論です。一部のファンは、年齢制限を撤廃したことで、才能を年齢で線引きし、ジャニーズ事務所からのタレントの引退を防ぐ方法として歓迎していますが、一方で、これに反対する声も多く聞かれます。 厳しかった滝沢氏に比べられる新社長井ノ原滝沢氏がジャニーズ時代に知られていたのはその厳格な姿勢でした。タレントの不祥事には厳しい処分を下ろし、芸能活動自粛や解雇などの処分を言い渡してきました。しかし、 滝沢氏の公認でジャニーズアイランド社長となった元 V6 の井ノ原義彦氏は現在起こっているジャニーズ JR に関する問題への対応が甘すぎると批判されています。具体的な例として人気ジャニーズ JR グループ美少年のナスユ斗トさんが楽屋でシュークリームを投げつける動画が拡散され問題となりました。さらに撮影者も同じく 美少年の佐藤流がんだったことが発覚し、大きな問題となりました。井ノ原氏はこの問題に対して特別な処分を与えず、活動継続を宣言しました。スポーツ上記者は、この対応について一連の問題は滝沢氏であれば厳しい処分が下されていた可能性が高いです。 というのも、シュークリーム動画の撮影者である佐藤さんは、21年年に当時未成年でありながら女性スキャンダルを起こし、滝沢氏に活動自粛処分を下されていますからね、と語っています。滝沢氏の厳格な姿勢とは対照的に、ジャニーズは新たな方向に進んでいるように思えます。 ジャニーズは滝沢氏の公認として登場した井原氏の下で、より寛大な措置を取る傾向が見受けられます。この方針転換の背後には、人材流出を防ぐためにも寛大な措置を取る意図があるかもしれません。戸辺ファミリー氏で勢いが加速一方、滝沢氏は今年3月に立ち上げた新会社、戸辺。 で、元ジャニーズタレントらを次々と引き入れ、ジャニーズに合点、ジェネリックジャニーズ、と揶揄されながらも破竹の勢いで勢力を拡大しています。とべに合流したタレントたちは、SNS を通じて圧倒的な人気を集めており、その影響力は計り知れません。 特に元 V6 の三宅健さん、平野志陽さん、神宮寺祐太さんの合流発表に関する YouTube 再生回数は驚異的な数字を記録しています。また、i m IMP として活動していた7人のメンバーが、飛べに合流し、デジタルシングル、クルージン。 の世界同時配信デビューを果たし、MV は短期間で数百万回の再生回数を記録しています。とべは公式ラインも運営しており、滝沢氏を含む所属メンバーがファンとコミュニケーションを図る場としても機能しています。異なるユニットやグループ間での交流が盛んで、ファンは 飛べファミリーといったハッシュタグで、すべての飛べ、所属メンバーを応援しようという事務所箱、市の機運が高まっています。さらに、三宅は自身の YouTube ライブ配信で、飛べ、所属メンバー全員での食事会について語りました。滝沢氏も参加し、タレントたちは打ち解けた雰囲気で会話を楽しんでいるようです。 特に佐藤真さんは平野市洋さんとイチャイチャしていたとも明かされ、このような仲の良さはアイドルファンにとって大変魅力的な要素となっています。戸部はさらに元ジャニーズ JR の大統率受産の介入を発表し、ファミリー全体でどこまで勢力を伸ばすのかが注目されています。新たなジャニーズと戸部の展開は、 今後のエンターテインメント業界に大きな影響を与える可能性があります。滝沢市の後を次、新たな方向に進むジャニーズとトベでの活動に成功しているタレントたちの成長に注目が集まります。ジャニーズとトベの競争がエンターテインメント業界に新たな波をもたらすことでしょう。これからもジャニーズとトベの動向に注目し、 彼らの成長と成功を見守りたいと思います。興味深いエンターテインメントの展開が続くことでしょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事では、新たなジャニーズの展開と、飛べ、という新たなエンターテインメントプロジェクトに焦点を当て、滝沢秀明氏と井ノ原義彦氏の異なるアプローチについて説明しました。 ジャニーズファンやエンターテインメント業界に興味のある方々にとって、この新たな展開がどのように影響を与えるかについて関心が高まっていることを伝えました。